こんばんは、関本健太郎のセカンドライフです。敵地マツダスタジアムでの、2戦目ですけども、見事に接戦をものにしました。試合の方は2対1というところで、連勝貯金2ということになりました。早速ね、試合を振り返ってみたいと思うんですけど、まずはですね、オーダー見てみましょうね。1番近本選手、2番中野選手、3番に前川選手が、入りましたね、レフトですね。4番が大山選手、5番が、佐藤輝と打順1個上がりましたね。そして6番、ライトに今日は島田選手が入りましたね。森下選手がね、昨日ちょっとこう、打撃内容良くなくて、監督にもボロカス言われてね、という形で今日はスタメンを外れました。そしてキャッチャーが坂本誠志郎、8番が小畑選手と、ラストバッターは大竹投手という並びにね、なりましたね。では、1回の表ですけども、近本選手がね、ずっと状態を落としてましたけど、昨日ね、最後に1本レフトオーバー打って、ちょっとこう気持ちが楽になったのかな。1番先頭でね、ライト前ヒットを打ちまして、さあというところでしたけれども、中野選手がショートにゲッツー、3番入った前川選手がレフトフライという形で、1回の表、先頭のバッターを生かすことができませんでした。対する、カープですけども、1回の裏は、大竹投手三者凡退と、試合が動いたのが2回ですね。大山選手凡退の後のワンアウトで佐藤輝がライトへホームランと、栗投手のインサイドのストレートなのか、ちょっとカットボールが抜けたのか、なんせインサイドの厳しいボールをね、久々引っ張って打球が上がった。まあここのところね、状態が上がってきた佐藤輝でしたけども、やっとね、待望のホームランが飛び出しました。これでタイガース先制に、成功します。2回の裏、三者凡退。4回ですけども、4回の表、先頭中野選手がセンターにヒット、前川選手がセンターフライ、大山選手が凡退、これキャッチャーゴロだったんですけども、これでツーアウトセカンド、そして佐藤輝という場面だったんですけれども、ここねフォアボール取るんですけど、その内容ですよね、実に冷静。3ボール1ストライクから外角へのチェンジアップかな、フォークかなっていうのを冷静に見極めた、あの見極めこそが今の好調の佐藤輝を物語ってる。そのツーアウト、1対0でツーアウトランナーセカンド、前の打席でホームラン打ってるっていう状況を考えると、大方一塁へ歩かせるというのが、まあ、セオリーですよ。ところがそのね、セオリーがなかなか分かっちゃいるけど振ってしまうっていうのがね、今までのこの佐藤輝やったんですけども、冷静に見極めた、あの見極め方もう素晴らしかったですね。これは価値あるフォアボールになりました。続く、まあ島田選手がね凡退しましたけれども、内容のある打席を佐藤輝は送ったなと。そしてですね、5回の表、ね、ワンアウトから小畑選手がセンターへ2塁打、大竹投手が三振で、近本選手がもうピッチャー前高く弾む、内野安打、1塁3塁、になりましたけど、まあこのボテボテがね、ヒットになってくれるっていう月もね、近本選手に向いてきたんじゃないかなというふうに思いますね。そして2アウト1塁3塁で中野選手が痛烈な三遊間への当たり打ちましたけれども、いやもう素晴らしい、矢野選手がね、三遊間への素晴らしい反応で、ショートライナーになってしまいました。矢野選手は本当に昨日もそうでしたけども、ショートの守備力が素晴らしい、肩も強いしね、敵ながら素晴らしいプレーやったなというふうに思います。そして、カープの方ですけども、5回ね、同点に追いつくんですけれども、2アウトからですよね。普段まあ佐藤輝のところにね、2アウトから菊池選手のまあ痛烈な打球が飛んだんですけども、今シーズン見ててもね、佐藤輝のサードからファーストへの送球はやっぱり不安なものがあってね、まあいろいろとこう守備練習したんだと思うんですけども、ここのところ最近送球が安定してたっていうのは、取って正確に投げるっていうのよりも、むしろちょっとこうメジャーリーガーのようにジャンピングスローのようにね、ちょっと見てる方からすると雑に見えるんですけども、その方がどちらかというと送球の悪い選手にとっては、まあ、チャランポランに見えてしまうんだけど、そっちの方が送球が落ち着くんだったら、まあそっちの方がいいかなというところがあって、このところまあずっとこうジャンピングスローのようなね、
送球スタイルで守備が安定してたわけですけども、三塁線の打球をまあこう半身で逆シングルで膝をついて取ってしまったんで、いつものようにジャンピングスローをする体勢になれなかったというのが送球ミスにつながった、これがまず1個目のエラーなんですけども、そこにねダブルエラーが加わるというかね、セカンドっていうのはボールと反対の方向にカバーリング行かないといけないんですね。だからショートゴロサードゴロの時はセカンドベースに入るんじゃなくてファーストのカバーに走らないといけないんですけど、この時の中野選手の動きは、セカンドベースの方へ行っちゃった。これがね、まあ、2つ目のミスって言えばミスなんですけども、サードゴロなんでねファーストの後ろにきっちり、カバーには行けないですけども、走っていったら一塁の白線ありますよね、あの白線をまたぐかまたがないかぐらいのとこまでは走っていけるんですよ。そうするとひょっとしたら菊池選手がねバッターランナーがセカンドへ行かなかったかもしれないし、行ってるかもしれないけど、もしかしたら、二塁への進塁が防げたかもしれないなというのが、まあ、セカンドを守ってた経験上ね、中野選手の動きというところが一つこう、もったいないなというシーンがありました。結果的に続く矢野選手のね三塁打で、同点に追いつかれたっていうことがね、今日は試合勝ったからいいものの、これがね落としてるとすごくもったいないプレーになったなと、ここはね反省点かなというふうに思います。さあ続いてですね、そのエラーしたサトテルが2本目のねホームランを打つわけですけども、今度はレフトへチェンジアップを、レフトスタンドへ放り込んだんですよね。これもまあこの回ね6回は前川選手から始まってね、前川選手がヒット、ノーアウトのランナーを大山選手がショートにゲッツーと、点をね5回の裏に点を取られました。嫌な形で点を取られました。続く6回の表先頭バッター出ました。ノーアウトのランナー出ました。ゲッツー、これも完全にカープに流れ行くとこなんですよ。なんだったらもう行ってるんですよね。そこをサトテルがホームラン打ったっていうのが、これはまたまた価値のある、しかも打撃内容はね1本目速いボールをライトに打った、その次の打席はまあフォアボールでしたけども、もう相手もホームラン警戒しないといけない、こっちはホームラン打ってくれ、っていう場面で、外の、チェンジアップを逆らわずにレフトスタンドに持っていく、これ以上のバッティングがあるかっていうようなね、ホームランでした。これでまたまた勝ち越しに成功すると、勝ち越しに成功しました。そして6回の裏ね、このポイントになる取った後に、どうするかっていうところが、6回の裏を三者凡退に大竹投手が抑えました。これで6回終了時点で、1回2回3回4回6回と、三者凡退に退ける、今日の大竹投手は本当に 0-0 カウントでストライクをポンと取ってから、70キロ台から100キロぐらいの、まあ大竹投手のねよくやるあのスローボールですけども、スローボールだけれども30キロのスピード差をつけながらバッターの打ち気をそらしていく。バッターってワンストライク取られた、ツーストライク目は簡単には取られたくないんですけども、狙ってないけどその緩いボールがストライクゾーンに来るもんやから、もう打たなしゃあない、っていうようなカウントの作り方をしたっていうところが、この大竹投手の今日の術中だったなと、いうふうに思いますね。7回の表、またもや坂本選手が先頭で出るんですが、小畑選手がキャッチャーフライいいでしたね。これも痛かったな。続く大竹選手もバントサードから、サードにして、セカンド封殺と、なかなかこう3点目っていうところがね奪えずに、来ましたけれども、7回の裏ツーアウトから石原選手にヒットを打たれてね、菊池選手につながれるかどうかっていうところで、牽制アウト、このプレーも大きかったですね。この試合においてね、このまあ大竹投手が7回の裏、もうそろそろ100球を迎えるぞっていうところで、菊池選手も粘られ、っていうところだったんでね、この牽制アウトはすごく大きいプレーになりましたね。さあ続く8回の裏ですけれども、ここからですね継投に入りまして、ゲラ投手がマウンドに上がります。バッターを2人、3人か、ツーアウトを取った後に、代打の坂倉選手にライト前を打たれて、松山選手が代打に出てきたところで、桐敷投手にスイッチして、この回をゼロに抑えます。そして9回はね岩崎投手が抑えて、
って2対1の逃げ切りという形になったんですね。まあ何はともあれサトテルのホームラン2本、すごくこう内容の濃い、またここで打ってくれっていう時に打ってくれたっていうところは本当に今日はもうサトテルデーやったなというふうに思います。そして大竹投手がね、もう相手を手玉に取る、本当にあの相手バッターからしたらもういいってなるようなね、ピッチングをしたんじゃないかなというふうに思います。そしてね、まあ、反省点があるとすれば今日はねノーアウトのランナーですよね。ノーアウトのランナーをなかなかこう生かすことができなかったというところと、チームとして併殺ゲッツーですね、3つあったっていうところも、まあ2対1の試合を物語ってるかなというふうに、だから明日以降はこの、ノーアウトのランナーをどうやってこうみんなでつないでね、得点へ持っていくかというところが、まあ、ポイントになるかなというふうに思います。そして継投の方ですけども、このところ、まあ、岡田監督が中継ぎ投手を1回1イニングね投げさすというよりも、むしろイニング途中で、まあ、2人なり3人なりっていうね、小刻みな系統に入ってるんですけども、なかなかこう監督の中に、中継ぎ投手への不安があるんだろうなと、それを感じる系統にはなってるかなというふうに思いますね。これが、まあ、結果的にね、先発投手が7イニングを投げてるんですけども、残り2イニングをピッチャー3人使ってるというところなんですけども、これがね早く、1人のピッチャーが1イニング完了するっていう風になってこないと、中継ぎ投手の登板がかなり増えてくるんじゃないかなと。ここからね暑い時期に入っていくというところで、頼みの中継ぎがね疲労をしていかないように、まあ得点があれば楽に投げれるんですけども、中継ぎ投手への負担がね蓄積されないように、そういうような展開に早くね持っていきたいという風に思いますね。まあ2対1というねロースコアでしたけども、打線の方やっぱり佐藤輝に当たりが出てきた、大山選手もそこまでは状態は悪くない、今日はねノーヒットですけれども、悪くないぞと、前川選手は相変わらずいいね、近本選手も状態上がってきたねとところがありますね。あとはまあ森下選手がね、状態上がってくればというところなんですけども、ここね今日のね監督の優しさを見たというかね、いうシーンがあって、昨日散々ね森下選手の打撃内容を酷評してた、監督でしたけれどもね、8回ですよ、島田選手に代打野口選手をね、起用したんですけども、あ野口選手が出てきたと、あ森下選手じゃないんだな、なるほどと、森下選手はやっぱり状態悪いからね、野口選手のランク的には監督の中では下なんだと、というふうに僕はまあテレビを見ながら思ったわけですよ。そのままどうなのと、野口選手がまあ守備につくのか、森下選手が守備につくのかっていうところですよね。次の回だから8回の時点なんで9回の攻撃あるわけですよ。9回の攻撃は坂本、小畑、ピッチャーという流れになっていくんで、野口選手のねその6番のところに森下選手を守備から入れるのか、はたまた9番に入れるのかっていうとこですよね。それで結果9番のところに入れたということは、結局監督は森下選手に期待してるんだなというふうにね思いまして、もう森下のバッティングはもう全然期待できんって言うんやったら、おそらく6番に入れてるはずなんですよ。これを9番に入れて打席を1打席立たせてやりたいという親心がまだあるんだということは、まだ森下選手を期待してるんだなというふうに感じましたね。これは監督の優しさやなというふうに思いました。まあでもほんまにあかんと思ったら2軍に落としてるんでね、まだまだ酷評されてるということは期待されてるということなんでね、森下選手今日はまあダメでしたけれども、また明日気持ち新たに頑張ってほしいなと思います。以上です。関本健太郎のセカンドライフでした。チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。今日気づいたんですけど1万2000人超えてました。ありがとうございます。まだまだ頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。